こんにちは、こんばんは、マリーです。はい。今回はですね、プリパのハイスクエアやろうと思ったんですが、量が結構少なかったので、また後でやりたいと思います。今回はアイカツスターズのハイスクエアの方やっていきたいと思います。アイカツスターズ最近ハマってですね、まあ少ししかないんですけど、土日でこのぐらいやってきました。土曜日、日曜日だけかな、日曜日でこのぐらいやってきましたね。では、ハイスクエアやっていこうと思います。まず排出されたのがホワイトレースフラワースカートですね。で、クラシカルプラムブーツ、ティーンガールショッピングパンプス。はい、で、こちらです。レアが出ました。レアプラスですね。レアプラスってな、スパイシーコードだっけな、ちょっと間違え、レコード、間違ってたらごめんなさい。スパークルラメショーとブーツですね。こちらでコーデが揃いましたね。ティーンガールショッピングトップス。で、こちらかぶりです。前回も出ました。で、こちらエクセレントグローサンダルロマンスキスです。で、こちらはあとヘアアクセで揃います。で、ハピネスマリンスカート、ベリーパルフェ、言うの忘れてましたね。で、こちらはあとトップスとヘアアクセのみで揃います。ラッキースカイショーパン、オリエンタルスカイスカート、ラッキースカイスニーカーで、ここで初めて出ました。初めてね。前がこちらのボトムスが出て、今回シューズ出ましたね。ゴージャスバロックハイヒールブーツ、パーフェクトクイーンです。で、こちらかぶりですね。これは自分の持っているもので3枚目です。フューチャリングがあるのは天の川コズミックブーツ、パステルハーモニーウェッジソール。なるべく被らないように選んでるんですけどね。はい。エンジェリーシュガーのオーロラキスバレーシューズ。こちら初めてですね。可愛いですよね。で、なんとですね、こちら、スパイスコード。間違ってたらごめんなさい。スタープレミアムレアのロックマイハートブーツですね。こちらのシューズが出ました。グレードアップですね。はい。ティーンガールショッピングスカート、フラッフィーポッピンナイトカチューシャ。こちらは、ふわふわドリームですね。はい。パステルハーモニーオフショルダー、オリエンタルスカイスカート。こちらかぶりです。で、こちらもかぶりですね。スパークルメダトップス、クラシカルプレムトプラムストップス。で、こちらで2人プレイでやりましたね。はい。キリノハちゃんとみーちゃんですね。リボンパーティーフリルスカート、サマーバケーションスカートですね。で、ここでまたグレードアップが来て、ロックマイハートトップス、こちら配置されましたね。と、あとこれボトムスでコーデは揃います。ヘアクセは揃ってからだと思いますね。パープルミックストップス。あ、キャルミチだ。パープルミックススカート。最後、クラシカルプラムスカートですね。こちらで終わりです。まあ、意外と少なかったですね。で、なんとですね、またこちらが当たりました。パーフェクトパープルローズドレスですね。これで、1枚、2枚と、あと一つ入ってるんですけど、こちらで3枚目ですね。いやー、結構被る。毎日なんか、交換には使わないんですけど、景品用でしようかなと思っております。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。次の動画も見てくださると嬉しいです。動画じゃない。はい、というわけでまた見てください。バイバーイ。